はい、本日は尾花隆夫投手、ヤクルトスワローズでございます。こちらの映像はプロ入り2年目1979年、ジャイアンツを相手にプロ入り初完封をマークする試合でございます。尾花投手とはね、80年代低迷しておりましたヤクルトの中でね、孤軍奮闘してね投げておりました記憶がございます。あと一人でね、尾花投手プロ初完封目前でございます。本日はですね、この尾花投手のね足跡を振り返りながら、尾花投手のねピッチングの様子を振り返っていきたいと思います。尾花投手出身は和歌山県でございますが、高校はこちら大阪 PL 学園高校に進学されたわけですが、甲子園はですねこの3年間で行くことができなかったわけでございます。そして卒業後は社会人野球新日鉄栄へ進まれるわけですね。新日鉄栄と言いますと、こちら野茂投手が有名でございますが、尾花さんはですね野茂の先輩ということになるわけですね。そしてですね、新日鉄栄はですね都市対抗に出場するわけですが、ご自身のですね登板はなかったわけなんですね。そして1977年、ドラフト会議、クラウンライターライオンズが江川卓投手を1位指名してね、これ拒否をされるわけですが、この年のドラフト会議でヤクルトスワローズに4位指名されて入団することとなったわけでございます。プロ入り1年目は7試合で1勝に終わりましたが、翌2年目はですね、冒頭でもご紹介いたしましたがね、プロ初完封を含み先発に定着して4勝9敗の成績を残したわけでございます。その後投球フォームをですねノーワインドアップモーションに変えたことでね、コントロールがねすごく安定したわけなんですよね。そしてその3年目、80年には8勝を挙げてね、チームを最下位脱出、2位躍進にね貢献したわけでございます。まあね、その8勝のうちなんとね5勝がね巨人戦ということで、ジャイアンツキラーとしてね、まあブレイクした感があったわけですよね。しかしながらからね、黒星は13敗とね、なかなかね勝ちが先行することはなかったわけでございます。初めて2桁勝利を挙げたのは5年目の82年なんですよね。その年は12勝16敗と、まあこれもまた負け越すわけですがね、防御率は 2.60 とね結構良かったわけですがね、悲しいながらチームはね3年ぶりの最下位に終わってしまったわけでございます。今ではですねクオリティスターとなるものがね結構ねこう言われておりますがね、この年はですね、なんとね尾花投手7回をね超えて投げてね、自責点がね3位内に抑えてね、勝ち星がつかなかった試合がねなんと14試合もあるわけなんですね。そのうち12試合はですね、この尾花投手にね黒星負けがついてるんですよね。そしてね1点差で敗れたのはねなんと7試合ということでね、変な話ね、打線の援護だったらねもしかしたら20勝もねできていたんじゃないかなと思われるんですよね。82年初の2桁勝利を挙げてから、そこから4年連続2桁勝利。2桁勝利はですね、プロ14年間のうちトータルで6回を記録されております。そしてね、同じく6回をマークしておりますのが2桁敗戦でございます。そしてなんとね、86年から88年の3年間はですね、セリーグのね、最多敗投手、3年連続ね最多敗投手というね、まあねやっぱりねそのヤクルトのチーム事情の中でね孤軍奮闘した様子が伺えるのではないでしょうか。それではですね、1989年プロ入り12年目、最後のね2桁勝利を挙げた、この年はね11勝を挙げたわけですね。その日のねピッチングの様子をね今回ここからねちょっと見ていきたいと思います。こちらのスローの映像もなかなかいいですよね。おあれですね、当時はあれですね、太陽の監督は小葉監督なんですね。先ほどのヤクルトの監督もですね関根さんが監督としてね映っておりましたね。池山がですねショートの方になんか行ってますよね。そして太陽はですね代打加藤博和でございます。セカンドにですね屋敷選手を置いて、加藤がね打つ気満々でねこうバッターボックス入ろうとしていますよね。この試合ねこの時点ねこれ9回の映像なんですが、2対1とヤクルトがリードしているわけで、ここでね加藤がヒットを打てばスコアリングポジションに屋敷ね足も速いわけですから同点になるわけでございます。さあここからね尾花投手と加藤選手とのね対戦の様子をね見ていきたいと思います。忘れておりましたがね、一塁にもねランナーがいるわけなんで、ここね一塁二塁なんでね長打が出ればね逆転というケースになるわけですがね、最初はねボールから尾花投手入りましたね。打つ気満々のねこう加藤選手に対してねボールからねちょっと誘うような感じでまず1球目をね入っていったわけですね。
小原投手もね、自分からサイン出してたのなんかね、ちょっとかっこいいっちゃかっこいいですよね。そしてね、2球目をね、投げるわけでございます。小原、第2球目を投げて、内角でね、空振りを取って1塁へ送球、これがタッチアウト。なんとこれで試合終了、ヤクルト勝利でございます。西村に代わって小原とコールされておりますがね、こちら1991年引退をする時のね、最後の試合になるわけですかね。ブルペンからね、こう選手にね送り出され、そしてねファンの声援、こちらはね奥様もね、この日はね試合にねこう観戦に来られてるわけですよね。そしてこの日ね、西村に代わって最後のマウンドに上がりましたね。あの横断幕もいいですね、エース小原、そして三振に打ち取りまして、見事ね引退試合を飾ったわけでございます。ご本人曰くね、技術と体力が落ちた時は身を引くべきとね、まあ90年代入ってね故障も相次いだわけですからね、こちらね引退後のね、こちらインタビューですね、なんかちょっと清々しい感じですよね。そしてね、こうファンの声援に応える姿もいいですね。またですね、あの昭和のねあるあるっちゅうわけじゃないんですけれども、まあ、先発だけで活躍するだけじゃなくて、やはりねリリーフもね結構やってたわけなんですよ。82年12勝した時も4セーブ。そしてですね、翌83年は11勝して6セーブなんですが、この年はですね、新人のね、荒木大輔をですね、勝たせるためにね、ロングリリーフもね、してるわけなんですよね。そしてですね、翌84年はね、自己最多のね、先発で14勝も挙げるわけですがね、この年もね、7セーブ。85年11勝してますが、この年も7セーブというわけなんですよね。そしてですね、84年はですね、ヤクルトはね、まず悲しいかな、51勝しかね、してないんですが、そのね、4割のね、21勝上げてるということですからね、これもね、すごいことと言えるんではないでしょうか。私もですね、小原投手を見ててね、何ですか、そんなにね、すごいね、速い球があるわけでもないんですかね、やはりね、コントロールがいいね、こう淡々とね、投げていくね、その姿というのはね、なんて言ったらいいんですかね、そのやっぱりね、この球団があまり勝てない、低迷している時期をね、支えたね、エースっていうのをね、本当ね、その時代をね、象徴しているようなね、ピッチャーだったと思うんですよ。やはりね、そのね、コントロールというのはね、小原投手のね、勲章があるわけでしてね、通算2203イニング連続ですね、押し出しの四球がゼロというのはね、やはりね、これは誇ってもいい記録なのではないでしょうか。またね、まあ、時代が違うと言われればそれまでなのかもしれませんがね、今ではね、皆無に等しいと言われる200イニング超えをですね、なんとね、6回もマークされているからね、本当ね、ヤクルトをね、こう支え続けたエースと言っていいのではないですかね。小原投手、通算成績はプロ14年間で425試合に登板、112勝135敗29セーブ、防御率 3.82 の成績を残されております。本日80年代低迷しておりましたヤクルトをね、支え続けた、孤軍奮闘しましたエースだった小原隆夫投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。でー